はい、今日は今ここインドのビハール州の、ブッダガヤの、中心部から15分ぐらい来たところのシラウンジョビレッジというところに来ています。今日のビデオはですね、いつもあの村旅みたいな、まあ、村の紹介だったり何してるかの紹介が多いんですけど、まあ、ちょっと今日は、NPO 団体結び手の、ことを紹介していきたいなと思います。まあ、これからいろんなビデオを撮って、結び手がどういう思いで、どういうことをしてるかっていうのを、まあ、こうお伝えできればと思うんですけど、まあ、第1弾はビジョンをお伝えします。で、まあ、ビジョンって何なのかっていうところを僕の考えからお伝えさせていただくと、まあ、いろんな人が集まっていろんなことをして、でその先にどういう世の中だったらいいかなっていうのを、言ってるのがビジョンかなと思ってます。すごい平たく言うとそういうことかなと思ってます。で、まあ、僕だったり、まあ、なんだ、NPO を結び手として考える、まあ、こうなったらいいなっていうのが、一言で言うと、まあ、生まれた場所に関わらずここにいるからとかここに生まれたからっていう言葉がなくなって、で、まあ、明日を夢見て眠ることができる世界、全員がそうなる世界っていうのを目指して、活動しています。で、まあ、寝るときに、一日終わって寝るときに、明日何しようかなとか、明日会社で辛いなとか、なんか明日ちょっと初デートでめっちゃ楽しみだなとか、まあ、いろんなこと考えることができるじゃないですか。そういう人ばっかりになればいいなって思ってます。まあ、なんかそのちょっと辛いなって思うこともそれは生きてあると思いますし、楽しいことももちろんあると。でもそのそうじゃない環境の人、こう明日起きてやること、食べるために働く、食べる、寝る、次の日も、食べるために働く、寝るっていうのが、繰り返されてる、繰り返す人たちっていうのもまだまだあります。で、まあ、この村も結構そういうところがあって、で、まあ、いわゆるこう教育っていうものがなく、で仕事も、まあ、入れれば、月に10日ぐらい、15日ぐらいかな、まあ、マックスで入れたりするんですけど、まあ、そんでで1日こう500円とか稼いで、なんとかこう食べつないでるというような状況で、まあ、正直そのなんかしたいなとか、こう医者になりたいなとかって言って、こう頑張勉強を始めてる子供もいるんですけど、今の今までの状況だと正直それって結構難しくて、まあ、こう勉強どんだけしても、努力どんだけしても夢叶えられないなとか、こう諦めなきゃいけないなっていう状況が、このいる場所だったり、生まれた場所、生まれた環境で決められちゃってるっていうのはちょっと違うのかなというか、僕はそれは許せないなという、まあ、個人的にすごくそこに対してこうどうも腹立たしさみたいなの感じのタッチでして、で、まあ、それをそういう人が この地球上から誰もいないし、そういう人が今後誰も生まれないっていうような状況を作るっていうのが、この結び手の、ビジョンです。で、まあ、このビジョンを作るというか、まあ、ビジョンなんで完全に僕の思いみたいなところなんですけど、にしたのは、まあ、僕自身が別にそうだったっていうわけでは全然ないんですよ。僕はすごく恵まれているなと今でも思っているんですけど、なんかしたいって思ってダメって言われたことないですし、例えば勉強したいからどんだけでもできましたし、なんか習い事でこれしたいって言ったら、まあ、基本的にはさせていただもらってたんですね、家庭で。で、まあ、今も別に仕事してお金稼いでなんか始めたいなって思ったらなんか始められる。こんな状況ってすごくいいなって僕は思ってるんですよ。で、諦めたきゃ諦めれるし、またちょっと休んで頑張りたいなと思ったら頑張れる状況って、すごくこう、なんでしょうね、今までこう人類の歴史の中で、いい状況だなって思っているんですね。なんで、まあ、結構こうなれる人、まあ、ちょっと偉そうですけど、まあ、とはいえそのなんか目指したいことがあって、目指し続けられたりとか、まあ、悩み続けたりとか、考え続けたりとかできるような状況っていうのは、これは最低限ですけど、全人類が持っ
っていた方がいいんじゃないかなと思って、そうなれるように、いろんな活動をいろんな、考えのもといろんな人と協力しながらやっていってます、はい。じゃあまあビジョンはこんな感じ で、まあこれからあの次のビデオからミッションとか、何をじゃあそのためにするのかとか、どういうことを大事にしてるのか、バリューみたいなことだったり、具体的にどういう活動を今していて、これからどういう活動をしていくのかっていうのを、お伝えできればなと思います。はい、じゃあ、以上、インドビハール州の、ブッダガヤ近くの村ステラウンジャからでした。